民進党の山尾志織元政調会長43と既婚の男性弁護士34との不倫疑惑を7日発売の週刊文春が報じることが分かった。前原誠二代表は新執行部で山尾氏の幹事長就任を内定していたが、不倫疑惑が報じられることが明らかになり起用を断念した一因になったとみられる。文春によると山尾氏は2日夜男性と都内のホテルに宿泊した。8月28日夜も男性が管理する都内のマンションに泊まり、翌朝帰宅してから永田町に向かった。文春は週4回密会とし、2人が別々にホテルやマンションに入る写真も掲載。山尾氏への取材を撮影した動画を6日にインターネットで公開した。山尾氏は夫との間に長男6がおり、男性にも妻子がいる。男性は憲法に詳しい弁護士として情報番組などに出演し、一昨年の衆院平和安全法制特別委員会では安全保障関連法案の審議で参考人を務めた。同関係者によると代表選で前原陣営の主軸として活動した山尾氏は2日に前原氏から幹事長の内示を受けたという。3日に文春の取材を受け、前原氏には疑惑を全否定した。産経新聞は山尾氏にコメントを求めたが、6日夕方時点で返答はなかった。男性弁護士は産経新聞の取材に不倫疑惑を事実無根と否定した。前原氏は6日広島市で記者団に山尾氏の不倫疑惑について問われたが、コメントできる状況ではないと述べるにとどめた。